京都競馬場第一レースはデイリー杯2歳ステークス、体勢整い、スタートしました。先行争い、さて何が行くのでしょうか。やはり腹を叩いたのはエイオアメリフト、ドラムビューフト、盛り合いが悪そうです。外からドビーハム、ランフォーバウム、内を行きます。夏沿いを回るのはダイジーバー、その後ろからノーネルオーブ、そしてしんがりにサウンドバッハ、こういった体勢です。各ジョッキーの意地のぶつかり合い、熱いレースが期待できるでしょう。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭は変わらずエイオアメリフト、逃げています。大きく離れてロビーファ、内をじっくりとドラムビューフト、その後ろにはランフォーバウム、さあ徐々に後続が差を詰め始めます。エイオアメリフト、後続を大きく離して先頭。さて各馬は淀の坂を越えて下りに差し掛かろうというところ。大きく離れて2番手にロビーファ、ドラムビューフト、早くもここで動いた。ランフォーバウム動いた、手応えはどうか。大事な差を詰めてきた。第4コーナーをカーブして各馬直線コースに入ってきました。ドラムビューフト上がってきている。ローネルオーブ追いすがる。サウンドバッハ追走。エイオアメリフト先頭、2番手のドラゴンベースト遥か後方単独先頭、1頭抜け出した。2番手はロビーファ単独先頭、ロビーファ伸びてきている。ロビーファ先頭でゴールイン、1着ロビーファ、その後ドラゴンベースト、ランフォーバウ、この2頭の2着争い。勝ちタイムは1分32秒6、勝ったのはロビーファ。京都競馬場第一レースはデイリー杯2歳ステークス、枠入りが完了してスタートしました。先行争い、さて何が行くのでしょうか。エイオアメリフト花に立ちました。ドラゴンビューフト折り合いがつかないか、内を見るようにしてロビーファ、ぴったりと内を回ってダイジンガー、外よりランフォーバウ、間が空いてサウンドバッハ、最後方からノーネルオーブ、こういった体勢です。このレース個人的に注目している馬はノーネルオーブ。さあもう一度先頭から見てみましょう。依然として先頭は2番のエイオアメリフト、ペースを握ります。大きく開いてロビーファ、2馬身ほど離れてドラゴンビューフト、さあ各馬ここから差を詰めていきます。先頭はエイオアメリフト、後続との差はまだ6馬身、3コーナーを上り詰めて下りにかかりました。少し離れて2番手にロビーファ、さあどの馬が仕掛けていくのか。さらに内をついてドラゴンビューフト、さあランフォーバウ動いた、そして間からノーネルオーブ、各馬第4コーナーを回りました。ドラゴンビューフト先頭に食いつく勢い、ダイジーバーやってきている。外からサウンドバッハ、ロビーファ、ここで先頭に立ったノーネルオーブ、追走、単独先頭。続いてドラゴンベースト、ロビーファ、ロビーファ、続いてドラゴンベースト、ランフォーバウ、先頭はロビーファ先頭、ここでランフォーバウ、ランフォーバウ1馬身つけてゴールイン。勝ったのはランフォーバウ、2着入線はドラゴンベースト、3着にはロビーファ。勝ちタイムは1分32秒4、勝ちましたのはランフォーバウ。京都競馬場第一レースはデイリー杯2歳ステークス、体勢整い、スタートしました。先行争い、さて何が行くのでしょうか。エイオアメリフト、今日は逃げます。ロビーファ、間が空いた形、ダイジンガー、ラチ沿いを追走。外からドラゴンビューフト、後にはノーネルオーブ、サウンドバッハ、続いています。ランフォーバウ、なんとしんがりです。果たしてここから届くのでしょうか。こういった体勢です。このレース個人的に注目している馬はサウンドバッハ。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭は依然エイオアメリフト、幅を大きく引き離して逃げております。リードは7馬身、馬群が切れてロビーファ。さあ各馬ここから差を詰めていきます。エイオアメリフト、後続を大きく離して先頭。さて各馬は淀の坂を越えて下りに差し掛かろうというところ。大きく離れて2番手にロビーファ、ランフォーバウ、動いた、ドラゴンビューフト、差を詰めてきた。各馬激しく動いてきました。ここから各馬どういう展開を見せるか。ドラゴンビューフト現在4番手、残り400を切った。外からノーネルオーブ、
サウンドバッハ、水槽エリオアメジスト、抜けた2番手の大神だ、厳しいかエリオアメジスト、足色が衰えない2番手の大神だ、遥か後方大神だ、抜き去った大神だ、わずかにリード大神だ、1着でゴールイン、勝ったのは大神だ、2着にはロビーさん、3着にはドラゴンベースト、勝ちタイムは1分32秒78、ましたのは大神だ。京都競馬場第1レースはデイリー杯2歳ステークス、枠入りが完了してスタートしました。先行争い、さあ何がいきますか。エイドアメリスト先頭を伺います。1馬身差でロビーさん、ドラゴンベースト、ちょっとかかり気味か、ランボーバウン、内を行きます。1馬身ほど離れてサウンドバッハ、夏沿いを回るのは大ヒーナー、そしてしんがりにローレルオーブ、先頭からしんがりまでは10馬身の圏内。このレース個人的に注目している馬はランボーバウン。さあもう一度先頭から見てみましょう。現在先頭はエイドアメリスト、3、4馬身離れてロビーさん、2、3馬身ほど離れてランボーバウン、外からドラゴンベースト。さあ徐々に後続が差を詰め始めます。先頭はエイドアメリスト、後続との差はまだ5馬身、3コーナーを上り詰めて下りにかかりました。少し離れて2番手にロビーさん、後続はまだ動かないか、サウンドバッハ、早くも上がっていきます。ランボーバウン、動いた、手応えはどうか、そして間からドラゴンベースト、エイドアメリスト、4コーナーを先頭で駆け抜けます。ドラゴンベースト上がってきている、サウンドバッハ追いすがる、ローレルオーブ、追走エリオアメジスト、先頭2番手のロビーさん、食い下がるエリオアメジスト、エリオアメジスト、続いてロビーさん、ランボーバウン、エリオアメジスト、わずかにリード、2番手はロビーさん、内外並んでゴールイン、どちらが勝ったのか微妙です。勝ちタイムは1分32秒9、ゴール前接戦になりました。